7月7日は、グレゴリオ歴で年始から188日目にあたり、年末まで、あと177日ある。アメリカ合衆国とフランスの議事戦争改戦。戦線布告なき戦いのためこの名があるフランスと、ロシア、ティルジットの和訳を結ぶフィリピンで、独立運動組織、カティブナン結成サイパンに抑画像は8日、島北端を相当する。 米軍メディアを再生するアメリカ合衆国の偵察機、XF-11、初飛行で、墜落11歳のサマンサ・スミス、アメリカ合衆国史上最年少の親善大使として、ソ連を訪問版画家、フェリシアン・ロップス誕生。画像は、ポルノクラート作曲家、グスタフ・マーラー誕生。公共曲第3番のトロンボーンとオルガン演奏を、聴く仲間力者ガーる誕生。 右画像は、イスラエルのシナゴーグにある、ステンドグラス陸軍軍人、栗林忠道特撮監督、ぶらや英二。左画像は、ハーイマレー沖海戦、右は、ゴジラ、ともに、ぶらやが特撮を担当 SF 作家、ロバート A ファインライン建築家、足原義信。画像は、オリンピック、駒沢体育館、完成等、ファッションデザイナー。 ピエール・カルダン・フュージョンのシンセサイザー奏者、ジョーザ・ビヌル・ドラマー、リンゴ・スター・ネッパール・最後の国王、ギャネン・ドラ・ビール・ビクラム・シャハブ賞、ササ・ナ・リマサ、浮世絵師、鈴木春の部没。画像左から、雪中総合さん、サギと、アシ、春画画家、ニコライア・アロシェンコ没。右画像は、どこでも元気、アルプスの少女、ハイジの著者ヨハンナ・シュピリ没。 シャーロック・ホームズシリーズの著者アーサー・コナンド・イル・ボーツ。ドイツ連邦共和国第三大連邦大統領、グスターフ・ハイネ・マンボツ。勘弁の日。画像は流しそうめん。ありがとうございます。